どうもみなさんホラー系恋愛ゲーム考察シリーズの動画を投稿しているゆっくり正規 VTuber の河津イと申します本日は Dropbed with j e s r のコメンタリーをしていきたいと思いますピエロのようなまあ、男性が目の前にいてというようなシチュエーションの始まりのホラー系恋愛ゲームですね結構珍しいシチュエーションだと思いますまあ状況が特殊でして早速見ていきましょうご機嫌いかがですかキメちゃんですゆっくりにとりだよ ーすこのゲームも海外で人気のホラーケネアゲームですなあなんと目の前に道化師がいるというシチュエーションですからねなんだその状況って思うかもしれませんが,頭が痛い寒いこれ翻訳なりましたねめっちゃ砕けた感じなんですよねねえねえねえ生きてるまだ生きてるよね 私の名前は何だったっけ全てがぼやけてる死んでたら教えて死んでないなら頑張ってまあこんなセ政フを言うっていうことは正直まともな感性をした人物ではないですよねってはわかりますねもしかして僕に寝顔を見られて恥ずかしかったかな君はとっても甘い基本射止めのキャラクターは強いという私の認識があるのですが <laughs> ここはどこ？はどアニメーションすごい動きますよねここまで進めても全く状況がわからないねとりあえず情報収集をしましょう状況がわからない以上は何が正解なのかもわかりませんここはどこお選ぼうかわからないよ自分のこともわからない私の質問に答えてとそうなのだね彼が何もわからないはずがありませ、ね、実際このゲームにおいてまあ、このジェスターが攻略キャラになるのですが まあ彼この状況がそもそもどういう状況なのかも含めてこのゲームの謎時みたいな部分に関わってくるんですね。とはいえまあ彼ジェスターは結局のところ 主人公ちゃんのことが本気で好きなわけではなくてですね、今のところは。ある条件を満たせば好きになってくるという感じなんですね。今のところ言ってしまえば、彼がここにいるのは興味本位とかそういうレベルに近いかなっていうのはありますから。ここの好きも人間の好きとは違いますからね、結局。 状況がよくわからないまま重要そうな選択肢に来てしまいましたね。でも、合わせるとしたら。まあ、ここまで読んできて彼が人間じゃないなっていうのはなんとなくわかると思われますが。人人さあ、海岸。<え>目が明らかに人間のそれではない。彼の手が私に向かって契約しよう。これは、まずいですね。こいつ悪魔的な存在か。もう、逃げれないでしょうね。

ただこれだと全くもって何にも分かっていないとこのゲームはあいス。先生、ね、大体真のルートみたいなものがありましてそこの部分まで行けば何が起こったのかは容易に分かるって感じですねただこれすぐには行けないタイプのやつですね確かなんて大胆なんだでもそれはそれ ドライまあ,<約>あ、まあ、そりゃジェスターの正体を知ってはそりゃそこまでドライだろうっていうのはありますけどジェスターあれなんですよねす言ってしまうと悪魔なんですよそうなんですけどだから契約に沿ってまあ<も>動いてるんですね彼は悪魔あくまで彼の言葉で頭が痛み出した でもなんで悪魔の彼がこんなところにいるのって話にはなりますけどそこがまあ主人公のひどいんて言ったらいいん現状を物語っているって,って,うていうこれですね自分の身内を補佐官にしてたら裏切られて殺されたと <laughs> たで悪魔がその魂に <laughs> 目をつけたと 実際昔のゲームでこれに近しいようなゲームは確かにあったんですよねなんだっけな国名感みたいな感じのプレイステーションのゲームだったんですけどあの罠を作れる生成できるみたいな力を得るんですけど大体のシリーズシリーズもだったんですけどそのシリーズ全部なんかクリアしてもバッドエンドみたいな感じになるっていうやつでしたね私1作しかやったことないので他のエンディングは分かんないですけどう聞さ機会そんな感じだったみたいなんですよ やっぱり悪魔の力に増えたら大体バッドエンディングに合るのかなっていうのもゲーム的にはありますよね。ペルソナとかが珍しいんじゃないか単純に。でもな、私やっても別にフォー4ーぐらいだからな。他の作品でもハッピーエンドになるのか知らない <laughs> わかんないし。女神天生アストロギー基本的に重いしな。 悪魔を刺激するってなってくるとまあそういう部分になってきますかねテービルチュードレーンとか昔見たけど覚えてないなアニメとかも見たしゲームをやったけど子供向けだったけど漫画の方超えぐいって聞くしな <laughs> 悪魔を刺激するって言うはそういうことですもんねどうしても重たい話になるもちろんこのお話も 5月月は僕たちの結婚記念月だね。というわけで世界を滅ぼすために2人は一緒になりましたと。たんなんてこった。Until this do as part。s 死が2人を分かつまで。結構ホラー系レアゲームでこの文章を、て,っていうかこのワードを結構使われるんですよね。形 最近私がやったんだと、えー、ラブトロフィーとかがそれにあたりますね。すてて結構やっぱりこのワードみたいなのは、インパクトに残ってるだけかな、それとも。 でも死が二人を分かつた言ってホラーケナヤゲームのキャン言われるとマジでそうなんだろうなっていうの <laughs> やっぱ思っちゃいますねこ,すこれは冗談とかで言ってるわけじゃないぞ <laughs> 冗談っていうかあのあれですね告白のセリフっていうかあの口説き文句とかとして言ってるわけじゃないぞって <laughs> ガチで言ってるぞ <laughs> <laughs> この後の展開はほぼ同じなのですが結婚はしません エンディング 1B。エンディング 1B。私のご主人様,主人様ちだと正式に契約したって感じだね。エンディング1と似ていますが違うエンディングになりました。こ,このゲームはあれなんですよね。だから1の A1 の B みたいな感じで結末的にはあんま変わんないけどみたいなやつはこういうふうに分かれてるんですよね。最初これ何かと思いますよ。各国の挨拶だとなんて可愛いんだ。 顔が赤くなっちゃうよなんであーわかった彼は完全に私を無視しているまあ悪魔ですからね人間なんて取るに足らない上相なものみたいな感じで考えてる可能性もすこぶる高いエンディング 3B 不本意なペットどうにも契約の内容は彼がある程度好きにできるみたいですねこうして見てみると運命の差だね残りのエンディングも見てみましょう私の質問に答えてを選ぶよわお お客さんに聞いてどうするの僕はここに召喚されただけだよそうですねまあ結局のところは僕たちの他に誰かいるいないよねじゃあ誰が召喚したのかなあなたは私が召喚した毛がいた魂に誘い召, <laughs> 召喚されたってそもそも主人公どうやって召喚したんだろうっていうのはあるけど <laughs> だ、ね、正体は分かっていますから場所を聞きましょう馬車だよそれは まあ確かに馬車っていうシチュエーションはホラーケネアゲームの中でもかなり珍しいシチュエーションですね大体いい監禁されたりとか乗り物に乗ったとして拘束されてるとかですから「やってみ飛車と打ち」っど。うん、こいつはやべえやつだって <laughs> でもこれと同じシチュエーションあれなんだよな。なんか、授業の強化、国語とか数学とかのやつを擬人化した海外の恋愛ゲームをやったときに、ビンタ咲いて喜んだキャラクターいるんですよね。もっとだっしかもそのキャラ、俺様系のキャラクターだったから、そういう選択肢で公約できるとは思わなかったんですけどね、ほんと。 は天罰がいいかなまたは無意味なしがいいかなまたは明確に番号をつけるとかもはや取れる選択肢は一つですね彼の手を取る冒涜的な協力関係の始まりだった冒涜的な悪魔と冒涜的な悪魔とその関係れる破壊と苦しみと共に彼らの目を覚ますあ彼らが生み出した復讐はなんて綺麗なシンフォニーなんだろうエンディングに冒涜的な協力関係 それだと同等の関係なんだね。だとすると強く平手打ちをしなかったら、まさ<た>か平手打ちでってなえ。それでおしまい。情熱はどこにいたの？ドラマは平手打ちにドラマ。まあ、ドラマとか。でも平手打ちはあるか。基本的にまた彼に中途半端な力で触った。これじゃ退屈だよ。もちろん僕がせっかく君の言うことを聞くために召喚したのに無駄になっちゃったね。今僕は君の上にいるんだ。 操作。君は下僕で僕は王族だよ私が言葉を発しようとすると結局ジェスターは要はこの会話で上下内容上下を決めているっていうのがありますよね自分と、まあマックスは自分と対等みたいな感じですけど人生が滑り落ちていくのを感じるそして私は消えたエンディング4、あなたは退屈だった他の選択肢も試してみましたが だからって顔面に平て打ちすることがいいエンディングっていうか,いい,い,うかあのいい状態になるっていうのはとんでもなく珍しいホラー系レアゲームだと思われますが基本的にこういうキャラクターを攻撃したらやり返されてそのままやれちゃいますからね <laughs> そういう意味でも結構珍しいホラー系レアゲームだったなと思われますというわけで今回のコメンタリーはここまでさせていただきたいと思います ここまでもご視聴とコメントありがとうございました。よろしければまた次回。あれですね。セブンディー・ブラッド・ユナイト。実はもうこの後すぐっていう感じなんですけど。投稿するので楽しみにしていてください。まあ、一日は間置くけど。<laughs> というわけで今回のコメンタリーはここまでとさせていただきたいと思います。ここまでもご視聴ありがとうございました。それではまた次回のコメンタリーでお会いしましょう。バイバーイ。